山崎帝治は、日本のホーリネス教会の牧師。後に、日本ホーリネス教会の元老になったホーリネスの、指導者の一人。荒野の泉の翻訳者。1884年に、新潟県南大沼郡の農家に生まれる。1903年4月に、東洋宣教会のアーネスト・キルボルンが、宇都宮市で、福音伝道館を設け、バイブルクラスで伝道を始める。 山崎が宇都宮電信局で電信技術者をしている時に車田修司と森五郎たちは英語を習うためにキルボルンのバイブルクラスに出席する。このことがきっかけで山崎は弓道生活を始めキリスト教に入信した。1904年8月28日山崎と車田と森は同じ日に中田茂春より洗礼を受けることになった。 1904年10月に中央福音伝道館の聖書学校に入学する。卒業後は宇都宮、木更津、福島の福音伝道館で巻きをする。1913年に東京神田の東洋宣教会本部勤務になり、1916年に聖書学院の教授に就任する。東京宣教会日本ホーリネス教会の組織化が始まると、 監督局会計を兼務し、品川で開拓を始めた。1923年牛込で伝道中に、関東大震災に被災する。続いて、仙台協会へ赴任する。1925年頃の大正時代末期に、仙台協会で牧師をしていた時に、霊的な困難を覚えて、出版されたばかりのビーカウマンの、荒野の泉を読み始め、翻訳して、 聖書をに掲載する。その後ジャパンレスキューミッションの電動部長として奉仕する。しかし、ホーリネス教会に復帰して、中野教会、深川教会などを歴任する。1942年6月のホーリネス弾圧事件では、東京拘置所などに2年間留置された。1944年5月に保釈されて、静岡県沼津市に疎開するが、 翻訳を続けていた、荒野の泉の原稿が7月17日、沼津大空襲で繊細で消失する。1960年に、荒野の泉を再び翻訳して出版する。1945年11月終戦後に、治安維持法違反は、免訴になる。1949年に、東京に戻り再建された日本ホーリネス協会に、参加して総務部長になり、 東京聖書学院教授に就任する。それに伴い、学院校内に転居する。1961年、新海約聖書の翻訳者に選ばれて、ヨハネの手紙第1、第2、第3を翻訳する。1967年に、東京聖書学院教授を退官し、同名誉教授になり、車田修司、米田豊らと共に、 日本ホーリネス教団の元老になる。池上義正、近代日本の民衆キリスト教、P120、山崎和潮、森五郎、日本キリスト教歴史大辞典1408ページ。ありがとうございます。